ジャニー F1 チームシミュレーションプロジェクト F 63から65枠目イエーイ。バーン、おはようございます。はい、よじべいさん、すずさん、おはようございます。ワコプロジェクト F すずさん、おはようございます。黒金さん、おはようございます。おはようございます。サンジさん、おはようございます。本日もよろしくお願いします。よじべいさん、りくささん、ありがとうございます。さあ、コンティニューの方法が分かりましたね。森さんが一番さん、おはようございます。あ、これはちょっとツイートしとかないとね、困ってる人がいるかもしれないですけど。ワコです。はい、9個目様です。パーツです。OK。サーキットです。OK。10個目様です。11個目様です。もうコンティニューできます。まあ、そういうもんね、2回目以降でデモ見る人いないからね、私ぐらいだよね。オープニングデモはいいからちょっと毎回見ちゃうんでね、はい。デモを見てしまったらコンティニューできないんでね。ラウンド2プラス3アングランプリフリーラウンド、セットアップ、 OK。 おはようございます。アラン・プロストさん、おはようございます。ラウンド2プラス3アングランプリプラクティス、予選終了。監督、おはようございます。ルドさん、おはようございます。ラウンド2プラス3アングランプリウォームアップラン、オッケー。さあ、これで何戦ですか。17戦連続17戦連続ワンツー。 G1 国産、おはようございます。17国産、おはようございます。これで17戦連続ワンツー、負けることがあるのかセナ。すごいよセナとパトロールで強すぎ、わら。ラウンド2プラズリアングランプリファイナル、あ、18戦だ。18戦連続ワンツー、もうラウンド2だった。18戦連続ワンツー、空気読めって言われてそう、わら。すごい。23周の長丁場終了。カズサトシキタガリです。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、ワンダム。さあ、母国グランプリをね制してブラジルの国旗を掲げました。ノモキッドさんです。やったぜ、無敵 TV。 ブラジル国歌が流れて、24個目さん、おはようです。そして浴びるほど飲むぞ、イエス。やりました、母国グランプリで見事優勝しました。25個目さん、おはようです。母国グランプリ特別なんですよ、ね、母国グランプリはこのシャンパン浴びるシーンと、国旗を持つシーンがありますから、はい、何度特別演出があります。だからセナはブラジルではね、こんな風に、他はもうないですけどね。はい、やりました。これで18戦連続ワンツーフィニッシュ。すごいです、ジュニアチーム。パーテスト、OK。サーキットテスト、OK。今のセナ・ヒラサは進むみたいだった。ヨビドさん、おはようです。ラウンド3、メキシカングランプリフリーラン。ヒラサは進むか分かんないや。瞳を閉じて。あれか、大きなのっぽの古時計、おじいさんの時計の人だね。あの、似てたっけ。ラウンド3メキシカングランプリプラクティス、予選終了。
ランスリーメキシカングランプリウォームアップラン。またましてもワン・ツー、またまた取らせていただきました。ザ・スターティングリード発表。ラウンド3メキシカングランプリファイナル、これならスタート直後に寝落ちしても安心です。22周の長丁場終了。ナンバーワンナンバーワンナンバーワン無敵 TV、 肩を組んでピシャダンスフォーパーテスト OK、 サーキテスト OK、 イエス。ラウンドフォースパニッシュグランプリフリーラン、ラウンドフォーがスペインになってる。フリー走行終了。ラウンド4スパニッシュグランプリプラクティス、予選終了。ラウンド4スパニッシュグランプリウォーバープラン、ウォーバープ終了。またしてもワン・ツースタートイングレース。ラウンド4スパニッシュグランプリファイナル、さあ20戦連続ワン・ツーなるのか。20周の長丁場終了。ナンバーワンナンバーワンナンバーワン無敵 TV、 肩を組んでプシャー。この人いつも優勝してるな。すごいね、もう20戦連続ワンツーですよ、ね、サネは毎回優勝、20戦連続優勝。パトラッシュは20戦連続に特にコメントすることありませんね。すごい20戦連続、もう確かに、ね、私も何も言うことはないですね。もうねパートです OK、 さっきテスト OK、ラウンド5サンマリノグランプリフリーラン、筋肉番付の室伏博春みたいにやんわりとできになるぞ。インタビューする隙がない。34個目さんいらっしゃい。セットアップ OK、 すごいね、なんでこんなにワンツー取れるんだね、早いからだ。ラウンド5サンマリノグランプリプラクティス、予選終了。今日の会場の観客は5人です。ん？どうぞ、超前、超前、超前。ラウンドファイ、サンバリズグランプリ、ウォームアップラン。ウォームアップ終了。スタートイングレート。ラウンド5
5サーバーレッドグランプリファイナル。18周の長丁場、今終了。ナンバーワン、無敵 TV! 肩を組んで、ピシャッ OK、リザルト。じゃあ、ラウンド6。一人だけハイパーダッシュモーター使うなんて。No, パートです、OK。サーキテスト、オッケー。ラウンド6、モナコグランプリ、フリーダム。セットアップ、オッケー。ラウンド6、モナコグランプリ、プラクティス。現実だったら予選終了。もうさ、ここまで勝ったら多分ね、どこのスポーツもなんかね、ルール改正ありますよね。あの、まあ、スキーでも板がちょっと変わるとかね。ラウンド6、モナコグランプリ、ウォームアップラー。バレーだとなんかね、河合さん言ってたね、日本が強いとなんかいろいろなんかルール変更してくるって。審議案件。ウォームアップ終了。タミヤミニオークグレードアップパーツシリーズナンバー375 GP375 ハイパーダッシュモータープロ15375スターティングレッド。ラウンド6モナコグランプリファイナル。今日の旦那さんおはようございます。白熱のレースが今モナコグランプリ24周の白熱した決勝レース今終了。ナンバーワン無敵 TV 肩を組んでピシャー。商品名も丁寧にね、きなこのおもちさんが例です。リザルト。ラウンド7パートです、オッケー。サーキットです、オッケー。あ、チラはね、あれはね、母国優勝の時ですね。あのピシャーってなるのはね、あれは母国優勝で見られます。あの、だから今セナなんで。ラウンド7カナディアングランプリフリーラン、ラウンド2で見られますね。第2戦で優勝すれば、あの、特別エンディングになります。特別エンディング、特別優勝。あ、そこだけブラジルの時だけ特別エンディング入りますね。フリー走行終了。油断すると眠ってしまいますよね、絶妙な。ラウンド7カナディアングランプリプラクティス。あの一瞬の歯何だったんですかね。あれはバグでしょうね、はい、いや出していいのかな、あ、やっぱ出しちゃいけないやみたいな母国優勝じゃないから出しちゃいけないやみたいな。ラウンド7カナディアングランプリウォームアップラン。バランス中寝るともう事故いません。寝る人に寝ることできないよ、緊張感。ウォームアップ終了。さあ、スターティングレッジ。ラウンド7カナディアングランプリファイナル。30周の長丁場終了。ナンバーワン無敵 TV 肩を組んでピシャー。そうそう、
犯人をね、暴くシーンで。リザルト。ラウンド8。パーツです。オッケー。サーキットです。オッケー。エグゼット。今日はドクターブライダルだね。このドクターブライダル何遍ももう何遍も見てんだよね、これ。ラウンド8フレンチグランプリフリーダム。三山さんありがとうです。セットアップ、オッケー。ラウンド8フレンチグランプリプラクティス。予選終了。ラウンド8フレンチグランプリウォームアップラウンド。ウォームアップ終了。反映されるかわからないけど、コテ更新しておくかな。三山、三山さんありがとうです。スターティングレッド。Round 8 French Grand Prix Final。 22周の長丁場終了。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、無敵 TV。 肩を組んで、リザルト。ラウンド9パートです。オッケー。サーキットです。オッケー。半分ギターが上手です。セーブ。オッケー。ゴールしてお酒をかぶるお仕事大変だ。大変。もうラウンド9ブリティッシュグランプリフリーダム。セットアップ、オッケー。ラウンド9ブリティッシュグランプリプラクティス。予選終了。ラウンド9ブリティッシュグランプリウォームアップラウンド。ゴールしてミルク一気するお仕事は。64個目さんおはようです。ミルク一気は加藤ちゃんじゃないと無理じゃない。ウォームアップ終了。スターティングレッド。ラウンド9ブリティッシュグランプリファイナル。19周の長丁場終了。インディ500ならトップでゴールすれば瓶のミルクを飲んでかぶります。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、無敵 TV。 肩を組んでプシャー。インディ500はミルクかぶらないといけないんですか。インディ500はミルク好きじゃないとダメですね。ミルク苦手な人はインディレーサーになれない。もうサクサクですね。リザルト。もうセナとパトレーゼ雇えたらもうサクサクですもんね、はい、もうちょっとカズちゃんのコントね。どうなんだと。もうインディーカーはミルクね、飲まないといけない。人間かぶったらごがくちゃくなって大変そう。もう暗くなっちゃう。
パーツです OK、 サーキットです OK。 インディのあれは伝統なんで、どんな嫌いでもガブ飲みしないといけないね。そうなんだ。ラウンド10ジャマングランプリフリーラン。セットアップ OK。ラウンド10ジャーマングランプリプラクティス。一人だけ自分の農家のオレンジジュース飲んで大貧縮買ってました。その一人誰だろう。アレルギーの人が万一いたら許していた。プラクティス終了。アレルギーのある人はね、インディレーサーにならない。なっちゃいけないじゃない。ラウンド10ジャーマングランプリウォームアップラン。最初に検査されるんじゃないの、テストで。インディレーサーになるテストで。牛乳アレルギーノンノンノン。ウォーマン終了。アレルギーの人かぶってもダメなんじゃないの、触れたりしたら、ね、飲むヨーグルトでも OK。 とにかく乳製品じゃないの。スタートイングレッツ。ラウンド10ジャーマングランプリファイナル。あ、フィフの方が危ないんだ。あ、まあいいね、あの野球の優勝のビールかけとかでもね。15周の中丁場終了。あの飲まないけど皮膚からで酔っちゃうっていうのもやつもんね。レースがもう白熱しすぎても、目を離したら一瞬で終わりますよね。勉強になるな、 PCN チャンネル見てるだけで、あの知識が増えてきますよ、どん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 ね。この放送はプロジェクト F の放送は、白熱してあっという間だな。あっという間ですよ、本当に。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、無敵 TV。 肩を組んでピシャー。もうセナの速さ、画面置き去りですよ。この二人も上級してる。2年連続前線優勝で偉業ができるんじゃないですか、これね。え、2年連続前線優勝ですよ。全部ボールトゥーウェイ。32戦連続ボールトゥウィンなるのか。さあラウンド11パーツです。 OK、 サーキットです。 OK、 基本性能もどん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 上がっていく。基本性能もどん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 上げていく。なるほど、勉強になる。 PCN チャンネルアレルギーの勉強にもなってしまう。ラウンド11ベルズヤングランプリフリーラン。いやいや、これはねゲームが簡単です。はい、これはスキル関係ないですから。フリー走行終了。もうセナになったらもう旗振るタイミングも関係ないですからね。もう最初から旗もう終了ですから。言い切った。ラウンド11ベルズヤングランプリプラクティス。それがまあセナ雇えるのもね、とりあえず4年だっけ、4年ぐらい過ごせばセナ雇えますからね、もうね。セナマンちゃん雇えますから。本当もうこれ謎の枠ですね。笑。ラウンド11ベルズヤングランプリウォーマープラン。とにかく忍耐ですよね、これはね。はい、忍耐する。ウォーマープ終了。スタートイングレッツ。ラウンド11ベルズヤングランプリファイナル。雑学を持ち寄ってみんなで賢くなるわけですかね。24周の長丁場終了。雑ね、雑学枠ですよ。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、無敵 TV。 肩を組んでシャー。リザルト。おはようございます。はい、猫じゃらしさん、おはようございます。5年目だっけ、5年目か6年目、
もういよいよ佳境ですね。パーテスト OK、 サーキットテスト OK。 今6年目であってほしい。でも5年目かな何年目かもうわからなくなっちゃった。ラウンド12イタリアングランプリフリーダム。セットアップ OK。ラウンド12イタリアングランプリプラクティス。プラクティス終了。ラウンド12イタリアングランプリウォームアップラン。ウォームアップ終了。スターティングリッド発表。ラウンド12イタリアングランプリファイナル。23周の長丁場終了。ナンバーワンナンバーワンナンバーワン無敵 TV 肩を組んで さあリザルト。さあ、ラウンド13。パーツです。OK。サーキットです。OK。ラウンド13、ポルトガルグランプリフリーラン。セットアップ終了。ラウンド13ポルトガルグランプリプラクティス。予選終了。ラウンド13ポルトガルグランプリフルオウォームアップラン。ウォームアップ終了。スタートグリッド。ラウンド13ポルトガルグランプリファイナル。21周の長丁場終了。ナンバーワンナンバーワンナンバーワン無敵 TV 肩を組んでシャセナは語る。長く苦しい戦いだった。長く苦しい戦いだった。見事これで2年連続のボールドウィン、ね、これで何戦連続ですか。29戦連続優勝中。パーツです OK。 サーキットです OK。 どん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 性能上がっていくマシン。さあついに30分経過 OK。 ランド14スパニッシュグランプリフリーラン。これで30戦連続ワン・ツー。30戦連続ボールトゥウィン。
デザポケイ。Round 14 Spanish Grand Prix Practice。予選終了。Round 14 Spanish Grand Prix Warm Up Round。ロストのメンタルが原始レベルで粉々になってそう。もうね、3位からもう。どうやったら勝てるんだと、絶対に勝てないんじゃないかと、ね、ウォームアップ終了。パトラッシュのメンタルもすごいですよね。ずーっと2位ですからね。ずーっと2位だから、たまにはもうチームオーダーでも優勝確定してんだから、俺も1位にしてくれよみたいなね。スタートグレード発表。パトラッシュは永遠の2位。もうダメだ、おしまいだ。もうダメだ。ラウンド14スパニッシュグランプリファイナル。26周の長丁場終了。ナンバーワンナンバーワンナンバーワン無敵 TV、 肩を組んでプシャー。一連の流れリザルト。オッケー、もうね、流れ作業。流れ作業で一人で作業してる。パーテスト、オッケー。サーキットテスト、オッケー。ラウンド15、ジャパニーズグランプリ、フリーラン。周回ゲーム。お、最近のソシャゲかな。まあしかし、これは、で、終わりがありますから。10年で、10年我慢すれば終わり。セットアップ、オッケー。ラウンド15、ジャパニーズグランプリ、プラクティス。94個目玉です。終わりがあるのは終わり。ね。もう、作業ですからね。この作業を、ね、どれだけ続けられるかですからね、これはクリアはね。はい、まあこれ実際に飛ばしてるからまだねいいですけど、飛ばさずにずっと見てたら大変ですよこれ。ラウンド15ジャパニーズグランプリウォームアップラン。飛ばさずにずっと見てたら、3枠で 何レースですかね。1レースですかね。まだ終わってないです。まだ1年終わってないですよこれ、ね、ウォームアップ終了。する価値がないですから。さあできる発表。そりゃ大変だ。ラウンド15ジャパニーズグランプリファイナル。23周の長丁場終了。ナンバーワンナンバーワンナンバーワン無敵 TV、 肩を組んでプシャー。事務作業リザルト OK。 さあいよいよ5年目か6年目か分かりませんけれども、パテス OK、 下げ鉄を OK、終了でございます。やりましたね。ついに。ラウンド16、オーストラリアグランプリ、フリーラン。やったか。セットアップ OK。ラウンド16、オーストラリアグランプリプラクティス。
戦終了。ラウンド16オーストラリアングランプリウォームアップラン。ウォームアップ終了。スターティングブリッジ。ラウンド16オーストラリアグランプリファイナル。21周の長丁場終了。ナンバーワンナンバーワンナンバーワン、マルトロムデキ TV、 肩を組んでシャー、ふう、これで1年終了。ウンザルト、さあ、ちょっと見てみよう。オーケー、まだパーセント終わってないですよね。1年どれくらいでやるか、 RT ジムはい、よーい、スタート。パーテスト OK、 サーキテスト OK、 ラウンド1ブラズリアングランプリフリーラン。セットアップ OK、ラウンド1ブラズリアングランプリプラクティス。予選終了。前人未到の RTA がスタートしました。1年 RTA、 ラウンド1ブラズリアングランプリウォームアップラン。お、第一戦がそういえばブラジルになってるね、しれっと。ウォームアップ終了。スターティングレッツ。ラウンド1ブラズリアングランプリファイナル。21周の長丁場終了。和骨落石注意さん、おはようございます。ナンバーワンナンバーワンナンバーワン、ワンナップ。国旗を掲げて無敵 TV、プシャー、シャンパンを浴びるように、イエス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 、リザルト。
もう下にバケツ置いてシャンパンリサイクルしようぜ。ナイスシャンパン。ラウンド2。パーテスト OK。 サーキットテスト OK。 ラウンド2ブラズ…あ？あ？ラウンド2ブラズリアングランプリ。 Why？ ブラゼル？またブラゼル？え、またブラゼルですか？あれ？はい。あれ、またブラゼル？ 2000 連続ブラゼルグランプリがあるのかよ。そんな年があったですか？ラウンド2ブラゼリアングランプリ。ブラグでーす。ざわざわ。これは RTA に対して、ロスタイム。予選終了。しれっと2戦連続ブラジル2連戦。まさかの展開。わらわら。ラウンド2ブラジリアングランプリウォーマップラン。こういうことあるん。まさかの。こういうのがあったんだ。いや、プロジェクト F だけよ、もちろん。プロジェクト F だけですよ。2戦続けて同じレースで。ウォーマップラン。終了。スターティングレッツ。ラウンド2ブラジリアングランプリファイナル。コロナで2週連続で同じサーキットはありましたが、これは、笑。23周の長丁場終了。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、ワンアップ、国旗を持ってウィニングラン、ショールセキュー、国旗を掲げてブデキ TV。 プシャー。お、ここ飛ばせる、ここで飛ばせた。ジャンプファイト。結果発表。ラウンド3。パーテスト OK。サーキットテスト OK。ラウンド3、サンマリノグランプリフリーラン。ようやくサンマリノに。セットアップ OK。 ラウンド3、サンマリノグランプリプラクティス。予選終了。ラウンド3、サンマリノグランプリウォーマップラン。ウォーマップ終了。スターティンググリッド。ラウンド3、サンマリノグランプリファイナル。18周の長丁場終了。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、無敵 TV。 肩を組んで、プシャー。イエス。さあ、ラウンド4。
パーテスト、オッケー、サーキットテスト、オッケー。ラウンド4モナコグランプリフリーダム。フリー走行終了。ラウンド4モナコグランプリプラクティス。予選終了。ラウンド4モナコグランプリウォーマープラン。ウォーマープ終了。スターティンググリッド。ラウンド4モナコグランプリファイナル。24周の長丁場終了。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、無敵 TV 肩を組んでプシャー。リザルト、ラウンド5パーテスト、OK、 サーキットテスト、OK。ラウンド5カナディアングランプリフリーダム。セットアップ OK。 なんでかミニ四駆のページ見て懐かしくなってる。おう、ミニ四駆のページ見てください。ラウンド5カナディアングランプリプラクティス。いろんな作業しながらね。高校野球見るのすごくいい感じです。ナイスプレイ。高校野球を見て、ミニ四駆見て、できるだけ上位のグリッドを目指しましょう。ラウンド5カナディアングランプリウォーマープラン。日本テレネットはこういう使われ方を想定していた。そうでしょうね、おそらくそういう使われ方を想定していたのかもしれない。ウォームアップ終了。スターティングレッツ。しかし誰かテストプレイしてないんですかね。誰もしてません。したところで修正する気ありません。ラウンド5カナディアングランプリファイナル。30周の長丁場終了。したところでね、日テレはあのダメっていう話ですもんね。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、無敵 TV 肩を組んでシャー、ね、絵を描いたり。 OK。リザルト。さあ、ラウンド6パーテスト、OK、 サーキットテスト、OK。 ラウンド6フレンチクラブフリーダム。フリー走行終了。
RPG エンジンを代表する RPG っていうと何になるんですか？それはまあ天外魔境2じゃないですか。天外魔境ラウセクフレンチグランプリプラクティス。まあ桃太郎伝説とかもありますけれどね、まあたくさんありますよ PC エンジンはね。ウィザードリーシリーズの1から5まで出てる。ネクロマンサーも出てるね。ドラクエにはバランス悪くてもちゃんと面白かったから。アウトライブも OK、 ダンジョンクロームも OK、 みんな、まあ、PC エンジンの RPG 外れないですよ。全部面白い。天使の歌もある、ね、ニュートピアもある、イースもある、ね、ラウンド6フレンチグランプリウォーマープラーン、弁慶シリーズもあるね。シリーズはないか、弁慶もあるね。コズミックファンタジーシリーズ、ネクロスの要塞、ストルビアンカもある、ね、キャラモノもあるし、ね、パトコン、まあ当時ね、子供だったら買えないね、大人でもなかなか難しいんじゃない。確かにイースは感動しましたね。ね、イースもね、ラス曲げとかのね、パソコンからのね、ブライとかのパソコンの、パソコンの移植もね、恵まれてるしね、PC エンジンは。コインさんあれです。いろいろね、パソコン移植から、オリジナルものとかね。ランセックフレンチグランプリファイナル！恵まれてますね、非常にね。英雄伝説のね、ワンツーもあるし。OK! 22周の長丁場終了！ベースボーラーとかね、川の虫釣りとかバビルとか色物もあるしね、アストラリウスとかの色物もあるし。ナンバーワンナンバーワンナンバーワン！無敵 TV！ 肩を組んで、プシャおいやす。今の国土地ならコズミックもいけるんじゃね。まあモザイクはかけないといけない部分はあるでしょうけどね。パーツテスト OK、 サーキットテスト OK、 今度出るんじゃなかったっけ、今度ね、移植版が。あれ初代だけセット。ラウンド7プレディッシュクラプリフリーラン2セットだとどうかね。バグは直し、ダウン、あの毒が出ないバグは直すのか、それともそのままでいくのか、当時のままと、まあ2セットですかね、当時のままと、ね、バランスをバランス調整したものの2種類があればいいんでしょうけどね。住み土地が制限付きと生え緩くなってて、ちょっとびっくりしました。緩いね。ラウンセンプレディッシュグランプリプラクティス！最近は任天堂の方が緩いみたいね。予選終了！4の突入編は厳しいかな。4の突入編はちょっとね、モザイクあれでも厳しいですかね。ランセンプロディッシュクラブリーウォーマープラーン。任天堂が緩いというかソニーが過剰。ソニーが過剰なの今。昔ソニー自分でパンチラとか流してたのにね、プレステの頃は。ウォームアップ終了。でもグロいのはオッケーなのにね。グロいのはオッケーだ。まあグロいのは Z 指定があるからとかじゃないの。Z 指定があるんだからね、グロいのもエロも Z 指定でいいのにね。ラウンド7プレディッシュグランプリファイナル。19周の長丁場終了。お風呂の湯気というか、ナンバーワンナンバーワンナンバーワン、無敵 TV、肩を組んで、プシャー！モータルコマンドなんか脊髄抜いたりとかするかもね、あの、ね、フェイタルフィニ、フェイタリティが。ね、うん。ラウンド8、パーテスト OK、サーキットテスト OK。OK。まあそこも光で隠すのはもう出しちゃえばいいのね。隠すからいやらしいんだよね、逆にね。隠すといやらしくなっちゃう。ランドウェイズジャーマングランプリフリーラーフリーソーも終了。ランドウェイズジャーマングランプリプラクティス。
予選終了。さすがオズ様は話がわかるって気分が悪くなった純真だった頃を思い出した。オズ様は話がわかるがわからない、オズ様がわからない。昔はみんな順調だったね。ラウンドエースジャーマングラブリーフォーマープラン。さんも相撲取りとかプロレスラーはオッケーなのに男女差別って声出せよって話ですよ。フェミニストおばさん、フェミニストおばさんごく一味じゃないの本当に。ウォーマップ終了。一人が上げてんじゃないの大きな声出す。あのなんでち、はい、少人数の少人数の大きな声を拾っちゃうんじゃない。さあスターティングレース少人数の大きな声が。無駄に声がでかいというねえ、ツイッターとかででかいだけじゃないの。実際やったら小さいじゃないの、やっぱり実際メンタル向かってね。ラウンド8ジャマグラブリファイナル、3人ぐらい、ねえ3人ぐらいが、あ、昨日の何セガのメガドラミニの発表会の15周の長丁場終了コメント欄な途中から嵐ばっかり。嵐あれ一人なの、 5人ぐらいのアカウントでなんか延々なんか荒らしてたけど、ナンバーワンナンバーワンナンバーワン無敵 TV 肩を組んでよしゃー、チャンネル登録者のみチャットできますとかに途中で設定変わったけど、それでも無駄でずっと表示されてた。暇人だな、ずっと。今度はチャンネル登録1ヶ月以上じゃないとチャットできませんに変わったけど、延々とまだNG にすればいいのにと思って。 NG できないのかな、まあ5つぐらいアカウントがずっとなんか変な話ばっかり、なんか全然意味のない話が大量にザーって流れてる。 NG にすればいいのにねえ、 NG できないのかね。パーセント OK、 下げテスト OK、 ランラインハンガリアングランプリフリーラン、しょうもないやつもいるもんじゃ。何のためにやるのかちょっとわかんない。フリーソコ終了、まあ、一人でやってんだろうね。一人で5つぐらいアカウント取ってね。同時に前にはミノアラシもここで出ましたね。ありましたね。ラウンドハンガリアングランプリプリーズ、なんだっけ100人の、なんだっけ、公式で登録しちゃっていいと思うけどね。まあアカウントやっても次から次へと新アカウント取るんでしょうけどね。予選終了。なんだっけ、 100日目のワニは電通の陰謀だっけ、なんか100日のワニは電通の陰謀、電通がなんか悪いよくわかる。ラウンド9ハンガリアグランプリウォーマープラン、わらわら、あれ F1 サーカスの枠だったよね、確かね。あったあった。ウォーアップ終了、ね、誰も見に来ないからじゃない。ぷよぷよもすごい荒れますよ、特にモコウが出たりする。モコウが出たりする。さてくれた発表、なんか F1 サーカスの、そうそう F1 サーカスなんか嵐が多いからもうマンちゃんが勝ったレースの時、あのあれだったんだよ、いやいやオフにしちゃったんだよ。もういやいやいやもう表示なしにしたらね、すっきりしちゃう。すっきりしちゃった。 Now9 ハンガリアグランプリファイナル、セガも大変だな、わら。ええ。100日後にお前が死ねえって言いながら NG ぶっ飛んだやつですね。そうだ、お前大丈夫。よし、終了。100日後に死ねえって言ってね。わらわら。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、無敵 TV! 肩を組んで、シャー、1サーカスの絵師の人、才能を他に向けたらもっと世界は平和になるのにな。 OK、リザルト。ザ・ラウンテン、ね、そういう 無駄な情熱をね、あの他に向けたらすごいね、情熱を他に向けたら結構ね別の人生があったのかもしれないよね。ラウンテン、ベルゼアングラップリフリーラン、フリーザーが終了。なんかツールとかあるんですかね、わかんない。ああいうアスキーアウト最初にそもそも誰がねやったのかとか気に
になるけどは気になるけど、ラウンド10ベルゼアングランプリプラクティス、今はツールとかあるのあるのね。当然終了。うん。No no no。最初にコメ欄で絵を描くっていうね、すごいよね。最初に考えたじゃん。ラウンド10ベルゼアングランプリウォームアップラン。ウォーマー終了。スターティングリッド。ラウンド10ベルゼアングランプリファイナル。あの無駄な労力をもっと役立つことに使えばいいね。わら。24時の長丁場終了。ナンバーワンナンバーワンナンバーワン、フーディング TV、 肩を組んでピシャリザルト。プロジェクト F をする労力があったら他のことしろよと言われる。これはやり遂げなければいけないんです。パーセス OK、 サーキテスト OK、 OK。 これは10年間で過ごさなければいけない。ラウンド11イタリアングランプリフリーラン。セットアップ OK、ラウンド11イタリアングランプリプラクティス。もうベルギーワッフルの話も出ませんね、ベルギーでね。早い素早い進行。予選終了。ん、もう残り1枠切ってる、残り30分切ってる。ラウンド11イタリアングランプリウォームアップラン。ウォームアップ終了。スターティングレッド。ラウンド11イタリアングランプリファイナル。23週の長丁場終了。昼飯はピザですからね。ピッツァピッツァ OK。 ナンバーワンナンバーワンナンバーワン、無敵 TV、 肩を組んでシャー。ラックスピザの宣伝すらできない。ラックスピッツァ OK。 リザルト。ラウンド12パーテスト OK、 サーキテスト OK。 おう、イエス。ラウンド12ポルトゲスグランプリフリーラン。セットアップ OK。ラウンド12ポルトゲスグランプリプラクティス。OK、 予選終了。ラウンド12ポルトゲスグランプリウォームアップラン。ウォームアップ終了。
はい、東谷さんもおはようです。ずっと1位です。はい、もう32戦、今、3年目に入ってるから、32戦のプラス、ずっともうとにかく、ずっとワンツーです。はい、ものの、春巻きは、ランツェルポッドカスグランプリファイナル、もう生地熱々、ね。具もたっぷり。すごい。21周の長丁場終了。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、無敵 TV、 肩を組んでシャー。しかしパトレイゼが一度逆転するのを見るためにいるまである。うん、最後の時じゃあパトレーゼが逆転できるか見てみますか。最後にね、逆転できないかもしれないけど、あー、セナをペースダウンさせてパトレーゼペースアップでいけるかもしれないね。パーテスト OK、 下げテスト OK。 113スパニッシュクラブリフリーラー。まあ逆転させたところでどういう、あの、どうどうとなるわけでもないしね。グラフィック変わるわけじゃないし。フリーズ応募終了。時間かかることはやらない方がいいか。それ言っちゃいますか、笑い。ランサーディスパニッシュグラフリープラクティス。予選終了。ラウンサーでスパニッシュグランプリウォームアップラン。ハイグレーは終わってますね。ハイグレー1面しかないですもんね。1万プしか。ウォームアップ終了。仲間がねたくさんいるんでね、その仲間を集めながらどん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 ね、何面か攻略していくんだったらまだ分かっね、よかったんですよね。ハイグレネードしかも微妙にバックアップより多いのに。ランサーディスパニッシュグラブリファイナル。バックアップより多いんでね、それだけのセーブデータがあるなら次の面ね、何面か複数面あった方が良かったですね。20周の長丁場終了。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、無敵 TV、 肩を組んでプシャー。パーテスト OK、 サーキテスト OK。まさに無敵ですね。無敵ですね、まさに。ワールド14、何アジアングランプリフリーラン。何アジアングランプリってどこ。アジアで結構広いんだけど。アジアングランプリ、初登場のグランプリ来た。ここに来て幻のオートポリスかな。あ、でこのあれですね、フリーズ応募終了。一時期の羽生選手指揮官みたいだ。うん、ラウンド4、あ、14アジアングランプリプラクティス。ここまで遊ばないとアジアングランプリはね、わかんないね。あ、グランプリ入ってた。いろんな国をまたぐじゃないか。ねえ、すごい。ここまで遊ぶ人がいるかわかんないけど。予選終了。コースは結構入ってんだね。コースは結構入ってる。ワールド14アジアングランプリウォームアップラン。代表して鈴鹿ってことにしとこ。鈴鹿は鈴鹿でありますからね。鈴鹿コースじゃないです、ここはね。実際にはバブル弾けて開催されなかったアジアグランプリ、これのクリア率も高い。ウォームアップ終了。説明書に書いてないですね。サーキットはこれ以外にもありますって書いてある。お、
サーキットはこれ以外にもあります。本当にあった。ラウンド14アジアグランプリファイナル。24周の長丁場終了。ふんわりした説明だな。カットインも違ったんですかね。あ、カットインは違うっていうことはないと思いますね。ナンバーワンナンバーワンナンバーワン、ウテキ TV 肩を組んでプシャー。カットインが違うのはあの行動コースだけですかね。モナコ、 USA、 オーストラリア。ラウンド15パーテスト OK、 サーキテスト OK。 さあいよいよ、結構1年過ごすのカットしてもこれだけかかるんだね。30分以上かかるね。ラウンド15ジャパニーズグランプリフリーラン。セットアップ OK。ラウンド15ジャパニーズグランプリプラクティス。予選終了。ラウンド15ジャパニーズグランプリウォームアップラン。終了。スタジングレイツ。ラウンド15ジャパニーズグランプリファイナル。23周の長丁場終了。ナンバーワンナンバーワンナンバーワン、ムテキ TV 肩を組んでプシャー。さあいよいよ何年目かも最終戦です。ラウンド16パーテスト OK、 サーキテスト OK。 ラウンド16オーストラリアングランプリフリーラン。セットアップ OK。ラウンド16オーストラリアングランプリプラクティス。予選終了。ラウンド16オーストラリアングランプリウォームアップラン。ウォームアップ終了。スタートレッド。ラウンド16オーストラリアングランプリファイナル。週の長丁場終了。
ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、無敵 TV、 スターを組んで、シャー。リザルト年食うと1年が早くなるけど本当だな、白目。はい、1年終了で38分ですね。1年終わるまでが38分ね、1秒かかりましたということで、はい、わかりましたね。38分、これをあと 何回でかね、あと4、5週、あと何週くらい、3週か4週があるんですかね。3週か4週すればいいと。あれです。さあ残り時間できるだけ飛ばしていきましょう。レッツゴー。残り13分、だいたい40分かける10周ですかね。ラウンド1、サウスアフリカングラブ。お、またサウスアフリカ復活。400分ってことは、何時間ですか、まあ、7時間いかないかいで、カットして7時間かカットして7時間くらいかかっちゃうの。フリーズ走行終了。カットしなかったらね、どれだけかかるのかね、想像したら倒れそうになりますね、これね。フリーズ走行終了。ラウンド1、サウスアフリカグランプリプラクティス。多分ラックスさんがこのゲーム世界で一番遊んでると思います。ありがとうございます。このゲームもしかして超大作なのでは。予選終了。うん、まあ、カットしなかったら超大作でしょうね、これはね。カット、まあ、カットしてもね、7時間ぐらいだから、超大作じゃないですかね。ラウンド1、サウスアフリカングラブリーウォームアップラー、まあ、ボリュームはね、ボリュームは。大体1時間半だとして 16×10×1。すごいですね。ウォームアップ終了。オッケー。みんな感覚が麻痺してきてる。さあ、スタッティングレッツ。ラウンド1、サウスアフリカングランプリファイナル。無敵テレビ型を組んでプシャーまでが頭にこびりついて離れません。22周の長丁は終了。あまり聞きすぎるとね、あの離れないので、ちょっと適度に聞いてください。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、無敵 TV、 肩を組んでプシャー。あ、しかしブラジルグランプリはね、そこが変わりますから、はい、配信者自ら犠牲を呼びかける、わら見どころですね。さあ、ラウンド2パーテスト、オッケー。サーキットテスト、オッケー。さあ、ラウン、あ、ブラジルじゃない、ラウンド2スパニッシュグランプリフリーラン、スペインになってる。ラウンド2スペインになってる。セットアップ OK。 ラウンド2スパニッシュグランプリプラクティス。私はナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワンがこびりついてる。予選終了。もうナンバーワンしかないですからね、もうね、もうしかも、前までちょっとナンバーツーがありましたけど、もうセナになってからナンバーワンばっかりだから、ラウンド2スパニッシュグランプリウォームアップラン。2じゃいけないんですか？ 2じゃいけないです。まあ、パトラッシュは2ですけどね、ずっと。サネはずっと1ですね。スターティングレッツ。ラウンド2スパニッシュグランプリファイナル。20周の長丁場終了。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、
無敵 TV 肩を組んでプシャまだいきますね。あと9分45秒ラン3パーテスト OK 詐欺テスト OK ラックスさんのキャッチングランスリープラズリアングラッピーフリーラン語彙力なしセットアップオッケーさあブラジリアングランプリは特別演出がありますからねここは見逃せませんよ見どころランスリープラズリアングランプリプラクティスさん終了ラウンド3プラズリアングランプリウォームアップラン ウォームアップ終了スターティングリッド ラウンド3プラズリアングランプリファイナル23周の長丁場終了ナンバーワンナンバーワンナンバーワン国旗を持ってワンナップティロリロリン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 ショルセキュー国旗を持って無敵 TV そして国歌が流れてプシャちょっと変わった我々はシャンパンを浴びるイエス無敵 TV 特別演出があります そうなんです16、32、48 48やってるよね48だっけ48のちゃんと表示されてよかったねこの絵うん、よかったよかった詐欺に騙されたみたいな顔してるから49、50、51 51連勝中今51連勝中かなこれ3年連続16戦全勝だっけ2年連続は16戦全勝だっけどっちょっとわかんないちょっと数があれだけど2年か3年連続ずっと優勝しますもんね3年でやってほしいもうねあ3年だったら結構もうすぐだで終わりそうなんだけどラウンド4アジアングランプリフリーラあらアジアンがここ来たアジアンここ来ましたアジアンここ来た陽気なメロディーですねセットアップ OK ラウンド4アジアングランプリプラクティスラウンド4アジアングランプリウォームアップラン ウォームアップ終了アジアブプって岡山の地赤田で開催されたやつですかいつ開催されましたそれはこれが出たのは92年ですからねそこまでに開催されてたらそれでしょうけれどもそこまでに開催されてなかったらそれじゃないということでしょうね92年9月11日ですからそこまでの未来は予知できないでしょうからラン4アジアングランプリファイナル
24周の長丁場終了。これは94年と95年なんで違いますね。アジアグプは大分のオートポリスですね。94年95年開催されました。パシフィックグプって名前でした。じゃあ大分の方なんです。大分のオートポリス幻に終わったで、無敵 TV 肩を組んでシャー、あ、ナンバーワン言うわけだ。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン追加で大分オートポリスで詳しい日、すごいすごい。 F1 ならね、やっぱり任せてくださいという方がいらっしゃいますね。ヘイオートポリスで開催されそうだったんだ。ワールドファイブ、ファーテスト OK、 勉強になりますね。さあ、マシンテスト OK。 さあ、もう一回、もう一レースいけるかな。4分を切った。ラウンド5サーマリノグランプリフリーラン。そんなとこあるんだ、レベルで知識がない。エプシロン、オッケー、フリー走行終了。私もないです。ラウンド5サーマリノグランプリプラグです。まあ私が知ってるんだと富士スピードウェイとか ミネサーキットとか博多に住んでた時ですら大分遠すぎて行く気にならんかったわ。そこまで遠いんだ。予選終了。今まあ九州新幹線がねありますからね。あっち通ってんのかな、置いたのは。ラン5サーマレットグランプリウォーマープラン。新幹線乗って大分方面行くのか、行けるのかな。博多の人すら大分が遠いのか。ウォーマップ終了。楽しい時間もそろそろ。そろそろ。楽な道がないんですよ。道が整備され、ああ、今は結構じゃあ整備されてんじゃないですかね。どうだろうね。ラウンド5サンマリノグランプリファイナル。今日も整理整頓作業がはかどりました。はかどりましたが、ありがとうございます。これがラストですね。18周の長丁場終了。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、無敵 TV 肩を組んでプシャー。ふう、今日何回言っただろうこれはい、リザルト、はい、今日はここまでにしておきましょう。鉄道だけやって、鉄道で検索しても2時間半か。 OK OK、 2時間半もかかっちゃう。15分くらいの動画になりそう。わら、開きにくいわカットしたら、まあエンディングの最後だけ開ければいいんじゃないですか。はい、全部 OK。 はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン F1 チームシミュレーションプロジェクト F1、 毎週土曜日やってます。 See you next week。はい、また来週です。おんでした、おんでした、おんさま、おっぱい、おんでした、おつ、おつ、はい、おじょうでした、はい、おとでした。ワンゴは、ビルガミです。